DVD は日本を代表するメジャーフィールドの動く釣り場ガイドとして、フィッシングマスターたちによる実調を通し、そのポイントの特徴や釣り方、ヒットルアーなどを映像で深く理解するためのガイド DVD。 第6弾となるフィールドは山梨県富士河口湖町にある湖、河口湖。富士五湖の一つに数えられ、その中でも最も長い湖岸線を持つ。ブラックバスが遊魚の対象として公的に認められており、連日多くのアングラーが大物を求め集う日本を代表するバスフィッシングフィールドだ。騎士編では早野武プロがプロガイドの知識と経験を生かした騎士釣りポイントを厳選して紹介。はい、じゃあここは丸江ワンドにやってきました。冬から春にかけてすごいよく釣れるポイントで、沖側とかになるとやっぱり秋とかも釣れるんですけど、その沖側にブレークと一緒に溶岩が入ってますんで、まあ、そういうところに冬も春もコンタクトしてシャローに上がってくる。目視できる杭であったりだとか、大きい溶岩っていうのも沈んでますんで、そういうところはまあビッグベイトとかライトリグ入れてっていう感じですね。ではこう焼き先って呼ばれる場所に来てます。どうしてもやっぱり風が当たる場所なので、時期的にはまあ春からまあ夏ぐらいまでですねは岸からでも釣れる場所ですね。足のところぐらいまでもずっとシャローフラットになってて、まあ、大岩が点在するような形、大きい岩が点在する場所はプラスシャローになっている場所はフィーディングエリアになりやすいです。でこの焼き先のシャローフラットはその条件を満たしている場所ですね。来た、釣れましたはい、大石エリアにやってきました。湖の真ん中ぐらいまで遠浅に緩やかに落ちていくような地形になってます。クイ、こういうマンメイドストラクチャー、桟橋とかですね、あとは鉄パイプであったりだとか沈んでる岩っていうのがすごいキースポットになりやすいです。次は食べてくれましたね。ちょっと可愛いですけど、ボート編では五十嵐誠プロが長年のガイドやトーナメントでの経験から導き出したポイントを余すことなく公開。はい、ここは畳岩っていうエリアなんですけど、まあ、パッと見てもらったら分かる、まあ、溶岩がゴツゴツしてて岸側を見てこう張り出してる。でそれじゃあその先も続いてるんだろうなって思うと、魚群探知機を使ってこう、あ、こうなんか浅くなってるぞ、でそれをこうタグって探していくと多分わかると思うので、この上がり始め、こういうところがエッジがきついところ、こういうエッジがきついところを狙ってます。このえぐれとかに入ってる魚を狙う。これ魚ベイト、これ今狙ってます。今もまたなんかこう溶岩のエッジがきついところにベイトとバスが映ったんで、これ多分釣れますよ。来たー、しかもでかい。やりました。はい、ここは西湖からの放水口。ここはまあどうなってるかっていうと、まあ、一番河口湖の奥側のワンドで、狙いどころとしては、まあ、やっぱりあの流れ込み、まあ、ああいうところでこうフィーリングしてハスとかなんか追っかけてボイルしたり、河口湖では珍しい、あの結構流量の多いインレットなんで、流れてる時は結構でかい魚が集まりやすいです。これでしょ。あ、来た。くちゃ。くえ。ああ、見た今。おっしゃ、来た。でけえ、超でけえ。しゃー。やったー。